階段や昇降口については、不要なものを設置してしまって避難経路が妨げられるといったことが起きていないかということを確認することが必要です。日常の点検では、目視により避難経路となる階段や踊りは、非常口、防火シャッター、防火扉付近に避難の支障となるものが置かれていないかを点検します。こうした避難経路の確保について、 全教職員の共通理解を図っておくことが重要です避難経路の確保が不十分な箇所があれば直ちに支障となるものを撤去するとともに再び物が置かれることがないよう張り紙などの対策を行います。